ジャパン、日本のすごいニュースへようこそ。今回は下水を利用して産油国となる話についてお話ししていきたいと思います。日本という国は中国などと比べて国土が狭く、自国の石油資源も少ないため、石油のほとんどを海外からの輸入に頼っています。しかし石油そのものの需要はとても高いため、中東地域からの輸入に大きく依存しています。しかし中東からの輸入に頼るということは経済安全保障上のリスクも抱えています。例えば中東の情勢が不安定になったり、原油価格が大きく変動したりすると日本の輸入に直接響く形となり、経済に大きなダメージを与えるかもしれません。そんな中、誰もが思い描く夢のような技術を日本が生み出すことに成功したんです。それは下水から原油を作り出すというとんでもない技術なんです。石油の海外依存度を軽減することは日本にとって非常に大きな意味合いを持ちますね。しかもこの動きに関してついに日本政府の予算がついたということで、今後日本が産油国になる可能性が出てきたんです。資源がない分を技術でカバーする、まさに日本らしい次世代技術をご紹介したいと思います。このチャンネルでは世界に誇れる日本のすごいお話や EV などといった次世代産業におけるお話などをお届けしています。日本を応援したいという方は忘れないうちにチャンネル登録。現在日本のエネルギー自給率は2021年時点でなんと 12.1% しかないんです。これは OECD 経済協力開発機構というヨーロッパ諸国を中心にした38カ国の先進国が加盟する国際機関において35位の比率となっていまして、先進国の中でいかに日本がエネルギー自給率が低いかがよくわかるかと思います。そうした厳しい状況を打破すべく今注目を浴びているのがバイオマスエネルギーです。バイオマスエネルギーとは植物や動物、微生物などの生物資源から得られるエネルギーのことを指します。バイオマスエネルギーは石油や石炭などといった化石燃料とは異なり、再生可能で持続可能なエネルギー源であると考えられているんです。バイオマスエネルギーには大きく3つのメリットがあります。1つ目は今触れた持続可能なことです。バイオマスは適切な管理が行われている限り枯渇することなく利用できますので、これによりエネルギー供給の安定性が向上するんです。2つ目は温室効果ガス排出の削減です。バイオマス燃料の燃焼は化石燃料に比べて CO2 排出量が少ない上に、バイオマスに用いられる植物などは成長過程で光合成を行って CO2 を吸収するので、 CO2 排出量はプラスマイナスゼロとなるということで、クリーンエネルギーとして注目されているんです。3つ目は地域資源の活用です。地域で生産されるバイオマス資源を利用することでエネルギー供給の地域循環が可能になり、地域経済の活性化につながるというわけですね。このような特徴を持つバイオマスの中でも日本を産油国にするとして注目されているのが藻類バイオマスエネルギーです。藻類とは水の中で生息している藻のことです。藻類は光合成によって炭水化物やタンパク質、脂質を生成するんですが、その代謝産物としてオイルを生み出すんです。これらをエネルギー源として利用するわけですね。顕微鏡で見るレベルのミドリムシのような微生物であったり、昆布のような海藻類まで合わせると藻類はおよそ4万種類も生息しています。バイオマス燃料としてよく用いられるのはサトウキビや菜種、トウモロコシなどになるんですが、これらは食料問題を悪化させる可能性もあります。しかし藻類バイオマスであればそういった懸念も生じることはありません。しかも藻類バイオマスエネルギーはトウモロコシの数百倍の生産能力を持っていまして、大きな期待が寄せられているんです。
そしてこの度、藻類バイオマスエネルギー研究を続ける藻類産業創生コンソーシアム理事長であり、筑波大学共同研究フェローの渡辺誠氏のプロジェクトに国の予算がついたんです。2007年頃から渡辺誠さんは藻類バイオマスエネルギーの研究を行っていまして、渡辺誠さんの研究内容は下水処理場を使って藻を繁殖させて濃縮することで原油化するというとんでもないプロジェクトなんです。下水処理の工程においては有機物や窒素、リンを取り除くために莫大なエネルギーを必要とするんですが、その一連の処理を藻が行い、その藻を使うことで原油を生むという着想なんですね。下水を藻類が処理すると同時にバイオ燃料が生産できるという夢のような技術なんですね。渡辺誠さんは10年ほど前に日本を産油国にすると言って、世間からはコスト面で問題があるとして品縮を買ってしまった過去があるのですが、下水処理からの繁殖アイデアを思い立ちました。藻類には光合成で増える藻と、光合成ができなくなって有機物から炭素源を取って増える藻、そしてその両方を行う混合藻類の3種類があります。渡辺誠さんが着目したのがこの混合藻類でした。混合藻類であれば下水処理を行いながら繁殖することが可能となるんです。かつて批判された渡辺誠さんの思いを乗せたプロジェクトを国が評価して、国土交通省から1年間で3000万円の予算が2年にわたって降りることになったんです。渡辺さんは現在の進捗状況についてこう話しています。私たちの研究は今実証段階へと移行しつつあります。国交省から2年間にわたって予算がつくことになったのは、下水関係者と勉強会を開いたりしながら理解を深めてきたことも大きかったと思います。これは私たちにとって大きな進展でした。下水処理が公共事業である以上、国の理解と支援が欠かせなかったからです。とにかく行政が目を向けてくれたことが重要です。私は彼らを失望させたくない。今は成果を上げていくことだけに日々傾注していますということです。国が管理する下水処理を用いるわけですから、今後実用化するにあたって最大のハードルを超えたということになりますね。大学で行う基礎研究はもちろんのこと、法人中心で行う技術開発においてもしっかりと評価されているわけです。実証実験では大規模なパイロットプラント、つまり実験的に組み立てる設備を作って下水処理施設を実際に使うことになるわけですが、現在はいくつかの条件を設定しながら100リットルタンクを使ってどういう条件でもう培養するのが効率的なのか、最適な条件を見つけようとしている段階なんです。必要とする藻類の生産量をいかに上げられるかがポイントとなってくるわけですね。様々な藻類の組み合わせを考え、生産性の高い藻類にその土地の土着の藻類を掛け合わせることでさらに生産効率が上がるそうです。下水処理では年間で71億4000万キロワットという膨大な電力を使用するのですが、下水自体を資源としてエネルギーを生産するので下水処理のコストも減らすことができるんです。そのため従来のバイオマスと比較してもコスト面で大きくリードできるというわけなんですね。昨年茨城県の小貝川東部洗浄センターで開始した実験では9月に生産量を高めて10月には生産量を安定化に成功、1日の生産量としてリッターあたり 0.4 グラムを達成。これは目標としていた数値を上回るものでした。今後は2030年までに全国の下水処理場で藻類による下水処理と藻類バイオマスエネルギーの生産実用化を目指します。この技術は非常に素晴らしい動きですし、日本のエネルギー自給率に大きく関わるものですので、今後も発信していきたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。サブチャンネルジャパンさんのお話と合わせて、この動画のチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いいたします。それが何よりのモチベーションになります。サブチャンネルではここでは扱えない話題やニュース、コメント返信などしておりますので、ぜひ見に来てください。